今日はですね、久しぶりに逆上がりができるかどうかやってみよう。よー、まあ何年ぶりですか、逆上がり。逆上がり、中学生ぶりぐらいですかね。子供の時はどうでしたか、逆上がりできました。いや、それが、小学生結構最初の方怖くてできなかったんですよ。だけれど小4とかぐらいに、今日やる気がすごいですね、鉢巻きが。でしょ私は体育の成績がずっと3で、基本的に運動神経がないので、でも最近やっぱスポーツクラブ通ったりとか、腕立てとか頑張ってるわけですよ、できるんじゃないかと思います。今日のために練習はしてないでしょうね。してないです、してないです。してない。してない。普段運動はどうですか。全くしてないです。じゃあ私が勝ったようなもんですね。ジムに通ってますから。ああ、そっか、はい。体力では負けるかもしれないですね。ただ基本的に運動神経がいい。運動神経悪いけど頑張ってる。さあ皆さんどっちにかけますか。あ、そういうことで ね、はい、じゃあ負けたら眉毛を描いて帰るじゃあどっちが先にやりますか。じゃんけんしましょうか。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、イエーイ。どうぞ。いけそうですか。いや、高鉄棒にハマって。高鉄棒って何？高い。ああ、なるほど。高鉄棒に小学校の時にハマって、中学校に忍び込んで高鉄棒で遊んでたら怒られた記憶。犯人はお前だ。そうですこともある私としてはですね、ここはちょっとふみさんに負けられないなとは思ってはいるんですが、何分体的の劣りが。そうですねでも下にあのほら水たまりあるしこれ邪魔です。下手に失敗するとバシャッといきますからですね。頑張ってください。逆上がり。逆上がりですよね。逆上がりってどういうのか覚えてますか。え、こう。そう、こう足をかけるいけますか。いきます。それではお願いします。はい。でも意外と怖いですねダメです。いきます。はい。はい。ふみさん、はい、じゃあ私、はい、そう、逆手と順手がありましたのでね。そうですよね。こっちで行った方がいいんだ。ふみさん、意気込みは。意気込み、イメージトレーニングは10回ぐらいしたので、お、いけると思います。素晴らしい。でもここはちょっとね、私としては失敗してほしいところです。今0対あれですからね。はい、はい、行きますよ。勢いが大事だ。うん。ダメだ。ダメですね。でしょ。ダメだ。いいとこまで行ったんじゃない？まあまあまあ、足は上がってました。本当。うん。惜しかったね。惜しかったですね。じゃあ続いて君だ。わーい。いや、これはちょっとやっぱりね、2回目には。ちょっと私もコツがちょっと分かったんじゃないか。そうですね。ね、そうですね。悪い点を反省して。そうですね。さっきの悪い点は、え、水たまりちょっとやっぱり躊躇しちゃいましたね。ああ、ダメだね。そんなもので躊躇してたら、ですね。はい。じゃあ2回目いきます。お願いします。はい。惜しい。行ったかと思ったよ。2回目にして分かりました。
体が重い言ったかと思ったよ今私もよかった。子供の頃にはあれでひょっといけてたんですけど体が重かったじゃあふみさん分かった真剣にやるぞ真剣にやるぞイメージ取れるよしよしういなんでできないのなんでできないんですか。敗因は何やと思います。笑いすぎ気合がやっぱダメですね集中力が笑わせるからですはい交代、はい、交代3回戦3回目、うん、3度目の正直というので、う、ね、はい、うんうん、これで勝負にケリをつけたいと思います。 OK、はいはい、いけそうな気がするなぁちょっと今子供に見つめられてさあ、いきます。はい、はい、ちょっとさっきよりダメだったね。体が本当に重いよし続いてふみさん、はい、いきますやるぜやるぜ3回目これがいかんのよ。そうなんですよ、このね水たまりが、この水たまりが余計なんですよね。躊躇しちゃうんだよ私たちは。うん、よし行くぞ。はい、躊躇しちゃうなもうちょっと前で引きつけるんだよ、鉄の棒と腹を。あ、そうですね、確かに確かそうです、確かに。よし、いっかやだ、なんでできないんだろう確かできたはずなんですよ。ですね、これちょっとやった人にしかわからない、はい、では4回戦、もうね見るのも嫌になった人多いと思います4回戦。これふみさん、はい、私こっちの斜めにチャレンジしていいですか。なんで私の身長的に高すぎる気がしてきたんですよね。そうね、斜めですよ。そうなんですよ、あのちょっと斜めなところがちょっと気にはなる松山市講演家の方はなんで斜めなんでしょうかわけが分かりません、ね、うん、でも、うん、ちょっとこれ高い気がする。そうね、そうね、うん、なのでこっちだったらできるんじゃないか的な思ってきたので OK です、 OK です。こっちでちょっと4回目はこっちでトライしてみたいと思います、はい、せーの惜しい、もういけてた、いけてたよ、いけてたのに斜めにやられました。もういけてた、いけてた。本当ですか。私も斜めでやってみよう。あ、斜めで、うん、よし行くぞ。はっかなんでなんでできないんですか。もうダメじゃんもうダメじゃん、うちらどうしたどうしたらできるんですかこれ。あの、言うてもまあ2回目、3回目くらいでできるやろなとどっかで思ってたんですよこんなにできないと思うじゃあ次で決めたいと思います。 OK、 じゃあちょっとこの真ん中ら辺でいこうかな。はいはい、いきます。 OK、 はい、はぁ、よかった、いけてたよね、今いけてたね今いけてたよねいけてたね、今いけてましたよね。なんで戻るの。いやいや、足がいかない、あれ以上鼻が出た鼻が出た次はふみさん、でもいけてたね、今。よし、ここは水たまりもないし。そうなんですよ、行くぞ。次が5回目のチャレンジ。5回目、いけます。はい、腕あー、準備運動真剣にやります。はい、いける、私はいける、 I can do it。 おっ、あー
もう今決まったかと思いました。本当、うん、ここまで行ってた行ってた行ってました行ってました。なんであのあとちょっとあとちょっといつまでこれいつまでできないんだ。じゃあ、はい、もうちょっとこっちに行きますね。はい、次こそは足が上がることを信じて。はい、自分を信じて。あ、そう、自分も信じて。はい、じゃあ行きます。はい、もう嫌になるよね、これできるんか自分が嫌になるね。そう走ってきたらどう。それあ、ダメだね、夏になるからおい、はっ、あとちょっと、もう嫌になっちゃう。なんでなんで、もう嫌になっちゃう。まだやる？10回までやります？ OK OK、 10回勝負な、10回勝負にしましょう、okay、これ終わりが見えなくなってきちゃうんで最初のテンションはどこへやる。そうできる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 、私はできる、いきます。 OK、 はい、自分はできるっていう呪文をかけました。さあ、高校です。ほい、くそー。え、これって、はいはい、あの PK 戦みたいにまた決まったらサドンデスですか。そうですよ、そうですよ。え、順手でやった、片手でやった、順手でやりました。ふみさんもできます。気が散るんだよ、集中集中。どんな気持ちですか。え、いや、もう嬉しいですよね。嘘ばっかり、悔しいだろ。あ、まあね、まあここから、うん、そうですね、ここからまた勝負ですから、勝負ですよ。あの、今度はもう失敗した方が負けみたいな、ね、なりますからね。はい、オッケー、ここからが勝負です。やったー、できたー。いや、できるできるできる、集中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 、できるできるできる、いきます。うん、集中できる、失敗する失敗する、あ、ダメだダメだ、あ、できないできない、できるできる、できる、あやった、やったやった、イエーイどうしてできなかったんですか。邪念が邪魔を、イエーイ、よし、やるぞ。ちょっと鼻水で、まあやってみればそう難しくはないね。これ失敗するパターン大丈夫、簡単です、逆上がりなんて。まあ6回目でしたけどね朝飯前ですよ。お、失敗する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 、うざいな
試合を終えた、まあ、率直な感想どうぞ。そうですか、やっぱりあの私勝つとは思っていました、はい。まあ、勝負にならなかったですよねまあまあええ勝負でしたねまあ なんなら私の敗因は敵の、まあ、ちょっと邪魔に負けたというところですかね。人のせいそうです、そうです、まあ、ちょっと自分自身を信じきれなかったっていうところが敗因ですかね。そうだね、うん、ちょっと前髪上げてくれますかね。眉毛ティントを塗って帰っていただきます。割といけるでしょ。なんか普通でしょ。普通ですね。なんか冷たい筆が気持ちいいぐらいです、ね、うんうん、普通じゃん。なんか、え、マジでちょっとバカ殿ちょっとバカ殿みたいですね。明日なんかあるんですか。明日はラジオ AD があります。あ、大丈夫。ちょっとちょっとみさ、これぐらいはねこれ普通じゃない。明日ラジオだから見えないから。いやびっくりしますよ。負けたんですからね今日どこにも寄って帰れない。OK、 どうですか。でも楽しい方ですよ。これなんか、あ、天気触られんや。これいい感じ。あ、まあ、こういう眉がそのうち流行るかもしれない。流行るかもしれない。ということで、はい、某公園からお届けしました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございました。